うした作戦地域の拡大をはじめ、太平洋戦争中日本軍の全ての戦略を決めてきたのは大本営である。大本営は政府から全く独立した天皇直属の機関であった。天皇は日本軍を指揮する最高の権限、いわゆる統帥権を持っていた。その統帥権の行使を直接補佐していたのが大本営である。そのため大本営の参謀たちは作戦決定にあたって総理大臣でさえ口を差し挟めない強い権限を持つことができたのである。大本営陸軍部に奥の院ともいえる一室があった。参謀でもごく限られた人物しか入ることを許されなかった作戦課の部屋である。開戦以来、陸軍の作戦はこの密室で全て策定されてきた。田中新一作戦部長、服部卓四郎作戦課長、そして辻正信作戦班長、この3人が中心であった。辻はマレーシンガポール作戦を成功させ、作戦の神様と言われた。相次ぐ戦線拡大の中、作戦課の参謀たちは海軍の基地に過ぎないガダルカナルに誰も注目していなかった。アメリカ軍のガダルカナル上陸の第一報は直ちに大本営に届いた。しかしこの時、陸軍部作戦課ではガダルカナルがどこにあるのか、誰もその名前すら知らなかった。太平洋は海軍の担任だということが、戦争前からの計画だったんですけど、これは海軍のことだから大したことないということで、参謀本部の人は誰もそれに注意を払わなかった。私はもちろん、ガダルカナルという島がどこら辺にあるかということは全く知らなかった。そういう状況から始まったんです。当時陸軍は蒋介石を屈服させるため100万の大軍を動員する重慶侵攻作戦の準備に追われていた。そのため南太平洋の作戦の兵力はわずか1万、しかもニューギニアとガダルカナルの2方面に分けて投入することになった。8月18日、ガダルカナル奪回のための第一陣が送り込まれた。一木清名を大佐率いる一木支隊の先遣隊、その兵力は900人余り。1万人を超えるアメリカ軍に対し、なぜこれほどわずかな部隊しか派遣されなかったのか。もともと大本営はアメリカ軍の本格的な反撃を昭和18年半ば以降と思い込んでいた。その上、敵兵力を 2,3 千人と甘く見積もっていた。一木支隊の誰もがアメリカ軍と戦うのは初めてであった。しかし不安を持つ者はいなかった。アメリカの兵隊はもうみんないい加減な兵隊で、その軍人精神の入っとらんその兵隊だって言われたね。だからついて島になれば女といちゃついたりとって大したことないんだって、それぐらいの程度しか聞いてなかったね。これは開戦前、参謀の辻正信が中心になって書き記した、これだけ読めば戦は勝てると題する冊子である。南方作戦に赴く兵士たちに配られたこの冊子には、敵は中国兵よりも弱虫、武器はあってもそれを使う兵隊は弱いから役には立たないなど、敵を侮る言葉があふれている。機関銃の十字砲火である。急に撃たれたんですけども、真っ暗のところで急に撃たれて、もうドームラが今度そのうちにね、今度照明弾がね、昼に明るいぐらいの音をするんですよ。そこをもう報復がね、なんていうか芋虫みたいに張ってね、でそれでも前進するのよ。何本も2人と2人とも黙って前進する、もく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 前進するんですよ。ブワーッと来たでしょ。はっと
って今度鉄道ぶん投げたってやつで急のまって帰って取ってたら頭にくれてガーッてなるもんだろうね。根っこへ弾刺さるのヤシの根の根っこへ。そしてヤシの根がガーッなんとなく振動してるね、振るってるんだよね。ほっと今度ヤシの木かぶれてまたこっち来るでしょ。木の皮やら砂ぼっこりやら逃げてる。何て言うの場合には敵さんの力も弱かったし、したもんですから、それで結構通っていたんですよ。もう、とにかく、目の前まで行って、みんな、銃剣を持って飛び込んでみますとね、彼らは逃げてくれるんですよ。逃げてくれるっていうか、逃げちゃうんです。日本軍は、敵が中国からアメリカへ変わっても、戦法を基本的には変えようとしなかった。